こんにちは。100年目に破産する社長ブロスやってまいりたいと思います。本日27年目でございますね。27という数字なんとなく好きなんですよね。3と9で割れるから。ソーベイヨシノ宮島なんだ。ヨシノの千本桜を送る10年300年うだー長谷部違う長谷てらー長谷京都。そうなんだよね、京都のね桜とかもすごく綺麗なんですよね。でもさ、今嵐山とかそっちの方面とかに行くと、おお100億40億2回損失を出した。台風で私がね損失出した価格からしたらプラス20億の釣りが来ました。ありがとうございます。ベロ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 。さあ、私はいつになったらレインボーと重なることができて一夜過ごして雨あられなんでしょうか。はい、売れる物件が質もないんやろう。頑張って物件を買ってきてくださいね。ということでちょっとでも近づいていきましょう。急行ちゃん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 。そろそろ陸路にたどり着きたいけどまだ飛んでいる。やばいよやばいよ。赤松台は赤バスに着地か。さあ、お金くらい奪っていきやがるってんで言ってやんねえ。100億あるんだ俺には。たかだか7000数百万年か関係ねえだっちゃ。さあ、お前は一体どこへ向かおうというのかね。人がまるでゴミのようだな。なんだ、いつも大好きだな。どんだけ神様にお参りがしたいんですか。はい、ちなみにですね、10月は神奈月なんて言ったりするんですけれども、はい、あれですよ、出雲大社の方にね、神様、全国の神様がね、集まる、10月に集まるっていうんで、方々から神様がいなくなるから神奈月って言うんですよ。お笑いのあれですからね、お笑いじゃん、モノマネの神奈月とはまた別ですからね、はい。はい、だから出雲大社というか島根県に関しては神ありつきなんていうことが言われたりとかしてるんですけど、それって本当なのかどうか僕よくちょっとわかんないんだけど、デビが大払いを大払いしちまったじゃねえか。俺やっちまったな。そう、どうなるの。てかめっちゃ重なっていくわ。うわ、そしてテレポートカード、テレポーテーションで俺の方、おお、よっしゃ、いけ、早速いただきましょう。何をいたの。デビル覇権をいただいて、お前が使おうが陽気費が使うか、結局俺が払う羽目になるんだろう。俺のことハネハネするけど、じゃあ特急シュールさっさとゴール行っちゃいましょう。じゃあじゃあ13マスもあればと取り付くことができないんだな。ダービングをするのがいいのか、それとここは何がある。特急シュール6億じゃあまたじわ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 ウルマから攻めていきましょう。ウルマシーン、おー、ご機嫌ウルワシュー、チャーチャーチャー、チンスコーチンコースーっていうね、はい。ダメ、今のダメだ、ダメだ、本当にごめんなさい。いや、なんか4つに減ってるし、お前。さあ、近づけ、どうせまた出雲に泊まるんだろ。もう本当に出雲大好きだろ、お前。出雲に何かがあるのか、吸い寄せられる何かがあるのか、なんとお前が N で出雲が S なのか、MS ってか、はい、頑張ってくっついててくださいね。お金はマイナスでーす。頑張ってお支払いください、マシーン。おや、何かが起こる。ドゥルン、ドゥルン、トゥ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 。バオ、ゲットレモン、そうで、キチュー。絶対そうなるって思ってたよ。ありがとうございました。いいですね、いいですね。ダーラ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 ー。さあ、台風荒れ切ってさ、お金もなくなり、そして物件もなくなっていく。お前に一体何が残るのか。そうです、左手の大きい暗い暗いしましょしか残らないんですね。ビオレンマンマになろう、弱酸性ビオーラ。派遣されました。まあ、違う、テレポーテーションか。なんで俺てっきりデビル派遣されるのかと思った。まああれだよね、ボンビーもつけられることもないし、めっちゃ近づいてくるわ。まあお前がボンディを連れてこなかっただけ、まあ評価できるかなと思うんだけど、さあ果たして何が起こるかな。ドゥ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 チン。はい、ゴール、ここに来た意味なかったですね。さっさと帰れ、田舎に帰れ、バイバイ。でもどうしよう、こっから俺も飛ぶ手段がないから全部陸路もしくは空路を飛んでいくしかないんですよね。うわー、ヘリコプターでブブ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 って来てる。でもジャンボジェットよりもヘリの方が動いていくスピードの方が速いっていうね、ちょっと面白い逆転現象が起こってるんですけども、おっと一気に買うお金が、陽気費頑張ってね。お前の物件どこまで飛ばされるのか、楽しみで私は仕方がなくて話が飛び出しております。来た、ラベンダーの香り。まとめて買いましょう。オッケー、あーいいですね。マンゴーとシークワーサーたまらないですよ。シークワーサーってね、本当にね、こうなんか柑橘系の中でもこうすっきりしてるから、シークワーサーのビールとかっていうのがまあキュッとしててめちゃくちゃ甘いですよ。めちゃくちゃ向かってってあげてますやん。何、ちょっとぴったり重なることができる、できさえすればっていうことなのかな。誰かと重なるまであれなのかな、フィールド上に現れ続けるのか。期間限定青森、こういう時に使う青森なんですね。
まあいいですよ、あのいずれ飛んでってお前があの最初にゴールしたって、あの結局私はですね、ドッドッドポコンポコン、ああそういうことか、あのいずれにせよですね、私はあのあれですよ、あのお殿様カードがあるんで30億はすぐに手に入ることができますっていう話なんで問題ないですね。タヌキレタス15億なかなかエグいですね。お前の収支は今年はマイナスになりそうだな。今からビールで祝杯をあげる準備をしておこう。シャンパンでお祝いできるほど私は残念ながらお金を持っておりませんのでね。はい、ルーマー、なんかね、この間、なんかの、うわ、めちゃくちゃ遠いな。どうしよう。まあ、特急でじわじわつけていきましょう。とりあえず、ボンビーがつかないようにだけ注意しましょう。ちょ、ちょっと待って、これで？あー、でもこれ無理か。さ、一旦ルートで空路。ちょっと待って、空路でさ、これ4ってさ、マイナスになるんじゃないか。あー、ですよねー、ですよねー。だったらこれを、いやーでもこれはでもちょっとでも今、はい、行きましょう。チュイ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 。そうなんで、この間なんかさ、カラオケスナックでさ、90点以上出したらシャンパンをご馳走しますよって言われてさ、じゃあご馳走されたんですよ。うん、ありがたいことに91点をね、無事に出すことができて、びっくりした。またいつもに行くのかなと思ったけど、あ、こっちに向かってきてくれている。何、門司港、門司港なんとか港、わかんない、ちょっと全く持ってないか。ありがとう、柔らかいクッキー。柔らかいのにしっとりをしていて、まるで赤ちゃんのお肌やお尻のような柔らかさでペロペロしちゃいたくなるんですね。さあ、クールをどんどん行ってきて、夕食は長崎フィール俺でーす。めちゃくちゃもう現金がどんどん手に入るな。これまでさ、物件での収益っていうところが一番多かったところなんだけど、まあこれもね、やっぱりね、コツコツ頑張ってっておかげですよね。それということで、ドッドッドッドポコポコンスは飛ばされて死んでよ。今稼いだ3億以上のうち被害がお前に与えられたら、私はシャンパンが美味しくて仕方がないです。ビンゴと飲んでガブガブ行こうか。ありがとう。でもね、ちょっとせこい話なんだけど、シャンパンのね、値段いくらなのかなって調べてみたらさ、1600円だったんでね、まあ、そっか、1600円のシャンパンだから、まあ、90点とかね、まあ、そう簡単に出せる数字ではないって思うものの、やっぱりそれでポコンポコンと稼いでね、あ、ポコンポコンってあれか、ポコンか。はいはい、息子頑張れ。さあ、こっちに行って。そろそろカードが欲しいんだけどな。リックの空のサイン、お金をゲット6000円。8ってことは、イエーイ !5億5000万円でーす。なんかまあでも300億もあると、なんか5億っていうのが果たして嬉しいのか嬉しくないのか、ちょっと微妙なところでございますね。まあ、あとお前なんかもう行ったり来たりとかしてね、そろそろいなくなるんじゃねえか、そんな気がしてきたけど、そんな気はしないんだよね。なんか謎の4人目のプレイヤーが現れましたみたいな、なんか生ハーゲンとかこっちの方に行ってさ、あいつの物件全部奪ってってくれないからさ、買うのかな、買うことの余裕はないもんねとか、あれ俺が持ってんだっけ、函館って全部五稜郭料亭なんかあったよね、ほら、もう今にも潰れそうなさ、ご飯屋さんをさ、なおーブルーツーさあ飛ばして死んぜよ。今なら廃藩置県でビュー。なんかこっちまで来るとさ、俺の方向からなんか空路からなんか来そうな予感がして怖いんだけど、とりあえずじゃあ新幹線でバッツンとつけていきましょうか。パパ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 カードマスにたどり着きたいの、私欲しい音楽と私の喋る言葉がずれてる、そんなの構わへん、チャチャカードで周遊、イエーイ、星旅来た、イエスそうイエス。てかそうか、こいつさ、そもそもさ、レインボーの新幹線だからクール止めることができないんだよね。とか本当になんだろう、門司港だか門司港だか門司港だかよくわかんないけど、そこ大好きでございますね。ということでさ、やっていきましょうか。こいつあと何マスあるんだ、進まってしまった、ちょっとまばたきをしている間に進められてしまって見逃してしまった。わー、なんかこんなにもうお金を失うかもしれない恐怖に包まれているのに仕方がないっていうところでございますね。ということで、さあ、どうなるかな。はい、もう一件、はい、買ったところをすぐに売られてしまうという絶望の雨嵐でございますね。新幹線周で、ちょっとでもこっちに近づいてこようかってところなんだけど、こいつがどのタイミングでデビル派遣を俺に使ってくるかっていうところなんですけど、果たして一体どうなんでしょうね。ヘリコプターでベベベベベベベ飛んで、わーいいですね、21マス頑張って飛んでますね。さあ、お前吹き飛ばされる覚悟ができておりますか。でも俺吹き飛ばすから、あれちょっと待って、そういえばさ、奥さんおなら持ってたよね。しかも大久保利通がいるってことは、お前その件にたどり着いていいのか、速攻で飛ばされてしまうけど、それでもいいのか。めちゃめちゃ飛びますやん、尺つなぎ頑張ってくださいよ。私でした。はい、シャックつなぎ頑張りました。あれ、オナラカードがいきなりな。あれ、俺、オナラカードって割られたんだっけ、剛速球されたんだっけ。まあいいや、とりあえずじゃあ、ブン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 飛んでいきましょう。ブンブンブン。蜂が飛ぶ。残り13マス程度だったら、まあ、じわっと近づくっていうことも考えて、あれだね、あいつを使えばいいですよね。ドイツを使うんだ。ドイツ、イタリア、フランス、ポルトガル、ヨーロッパ、急に地域になっちゃった。はい、スロベニア。
OK、残り14マスで1億ゲット。はい、運がいいでございますね。なんか数千万とかっていうしょぼい額が見えてくる。めちゃめちゃ移動しますやん。でもどうせお前に近づいてくれるやつなんか誰もいないんだからさ、どうせ戻るんだろ。はい、でまた文字工に戻るんだろ。ほら、なんなんこれさ、固定されてんじゃねえか。だからいつもか文字にいとけば、いつあの知らない間になんか、ああ我先挿入なりとかって全て入るなりみたいなことな。うわー、でも自分が持ってるから、おキングカードを手に入れた瞬間にキングになっちゃうのかもしれない。拍手入れ、なやめてやめて、よしね。あー、まずここですね。お腹が生まれてポコンポコン。なんか真ん中にさ、そのなんかペンダットっぽくはまってるやつとかがあったりとかもするけどさ、それに拍手どうなんですかね。なんか真ん中に埋め込まれている、サファイアが一体どのくらいの額で売れるのか。さあ、どんどん農林水産省がどんどん飛んでいきます。農林水産省が飛んでいくのは結構パワーワードかもしれない。そういうこと言ってるんじゃなくて、どうなるのかどうなんですかね。さあ。ちょっと待ってね。チャララ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 、ようやく来たね。ようこそベリーマッチ、お待ちしておりましたよ。お待ちしておりましたよ。なんとなくそこに来る気がしてましたよ。はい、ありがとうございます。どうしようかな。ちょっと待ってね。シンプルに特急カード使わせた。これ、なんで俺の時だけそんななんかキングとかいるわけ。ふざけんじゃねえよ。クイーンにしろよ。女の子の方がいじめられたら興奮するだろうよ。そういう話じゃねえんだけどな。そういう話じゃないんだけど、1、2、3。し、オッケー、行きましょう。ブルース、チャラチャチャラチャ。うわー、一気に金がしょぼくなった。さあ、何億奪っていく、何億。はい。まず2700で、はい。で、こいつで2億だろ。2億奪っていくだろ。で、こいつで何十億って奪っていくんだろ、どうせ。毎年10億だよ。もう、ちょっと勘弁してくださいよ。半端ねえよ。マジかよ。腐ってんな。博多にたどり着いて、豚骨醤油を食べましょう。てか、豚骨醤油じゃなくて、豚骨ベースで食べていかないと醤油をつけてしまったりするんで、それは本場の豚骨じゃなかばってんつって怒られそうな気がするんで、はい、頑張って豚骨でギットギットの油にまみれながら食べていきましょうよ。ポトンは何もしなかったってことは、何もできないほどに全てのものを燃やし尽くされたっていうことなんですね。なんでそこであえてマイナスを選ぶのよ、天むすびさんよ。頑張れよ。嫌いけで寿司を、わー豊臣秀吉中村巻いてみせようほどときず、カリ料理屋、しかもすすきのじゃないですか。ってことはそこにお姉ちゃんを連れ込んで、キャッキャウフフの人やナイトラブ、イエスフラのゲッターばよー。これで稼いだお金でなんとか無事に、はい、あのキングデビルに奪われる関係ないということの額を稼ぐことができました。あれ、そういえばフラノとなんか根室じゃなくてどこだったっけ、なんか同じような一緒に、フランスじゃねえや、フラノってラベンダーなんだからさ、ラベンダーなんだったらさ、もうちょっとさ、あの華やかなさ感じにしててくれないかね。あの紫色に染めてさ、ラベンダーソフトクリームを端から端からペロ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 舐めるっていうね。さあ、持ってきちゃう。ここです。タコです。青森県です。タコでした。はい。タッコしてくださいよって、めちゃめちゃ生えてくるやん。トゥ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 ン。はい、OK です。スキー場も手に入れました。じゃあ。はい、65箇所になりました。この独占している場所がですね、いかにしてね、ゴリ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 と削られていくかっていうのは、あ、たかだか15億でしょ。はい、全然問題ないですよ。はい、今、俺60億稼いだんだから。でも結局70億の物件も買っているから、収支的にはマイナスになってしまっているんですね。いたた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 た
ブリ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 回ってるってさ、すげえ虚しくならないのかな、大丈夫なのかな、あ、俺が一人で桃鉄やってる波にブリ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 虚しくなる可能性はあるよね。はい、ということでキングボンビーが、キングボンギージュニアポコン、うわーこいつ新幹線でどん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 進もうとしている、しかも なんでそっちに向かっていくんだ、あれ水路進んでいく方が早いのかこれは、あーなるほど、ヘリポートでどん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 飛んでいく方が近いですよって、でも思ったけど、それだけの数字を出すことができるんだったら、陸路辿っていった方が実は早かったじゃないか説があるんだけど、うわー、じゃあ星飛びましょう、恐れさんに行きましょう、恐れさんに行きましょう、この恐れさん、恐れさん6に6マスです、ありがとうございます、飛びます100マス、で、ここに飛ぶことができればってポイントで、今なら9700万ポイント分まで買うことができますぞということで、じゃあ、お払いをしましょうか、お払いを買いましょう、お払い、親ブルーの少女、で、2匹後ろについてて、はい、お困りのようですね、それもこのままでお払いしよう、お願いします、さよなら、デビルの前、ほんじゃら、ビッてやってて、はい、すべてと、リトルデビルが逃げていった、あれ、ブルーデビルが逃げていった、そしてキングデビルも逃げていった、さあ、彼はこうやって有効活用していくんですよ、ありがとうございました。ということで、じゃあ、じゃあ、お金もありません、特急周囲を買い占めましょう、特急周囲を、まあ、3つくらいとりあえず持ってきましょうか、はい、あと、はしたからでございますんで、やっぱりね、カードを買うことによって、はい、ポイントが1億9700万円分ですね。はい、今、
からポイントでね、あの買った分のですね、あの お金に関してはペイすることができましたん、ね、で、どうせこれまたあれだな、あの門司港にそっち向かわないんかい、急に鹿児島の方に行きますや、都の城、あれ都の城誰かが物件買ってたよな。はい、じゃあ、残念ながら存在が消えてなくなりました。誰とも重なることがなく、あの無事にあの童貞を守りきることができました。童貞を守りきることができましたってことは俺の方が処女だってこと。おお、お互いに初だけ、お前は今このタイミングで出てくるんじゃないよ。こいつ確かお金ボッコボコに盗んでくる。しかも俺なんかやられたか、やられた記憶があるんだけど、こいつにもう、しかもそこで重なってくるじゃん。しかもあー危ねえな。もうすれ違うだけだったら何の効力もないから全然問題ないんだけどさ、でも今めちゃくちゃ近くにいること自体がもうそもそも怖くて怖くて仕方がないんだけど、もう売る物件そろそろ1個くらい手に入れたらどうなんですか。さあ新幹線周辺こっち行って、あー俺の好きのガールお姉ちゃん、私があなたのこと抱いてあげるからちょっと待っててね。なんでくる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 回ってんの。あーヘリコプターでさらに近づこうと思うんですね。でもいやー持ち金、あーいいですね、マイナスにしてくれてありがとうございました。33億、もうこれで33億実質稼いでるようなもんだからな、マジで羨ましいんだけど。そしてでかいな、かぶってんだよな、俺のこと、俺の存在をこう見せせないようにしてるんだよ、ということで特急周でぐるぐる回っていきましょう。はい、ゴールおめでとうございます。待ちます、ちゃ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 、ちょっとだけ遠回りしてニンニク畑めっちゃかーって、足が臭い口だっちゅうの、タゴちゃったからタッタッタイエイエイエイ。フラノとビジュアルが変わらないんだよね。じゃあなんだ、ここでもラベンダー畑が開催してるってか。でもなんかよく見たらくっさいくっさいってことなんですけど、あれなんもよく見てみ、にニンニクがいっぱい生えてるよって。でもね、みんなね、あのニンニクってね、ニンニク自体が食べたら臭いってわけじゃなくて、あのニンニク自体を傷つけることによってあの臭いものが出てくるっていう話なんです。宮城県鳴子はめちゃくちゃ近いですね。はい、あの渦巻き鳴子ってか、あーなんか女体化しちゃいました。パパパンパンパパン。でも畑ってことはこれまでがノンリー水産省になるのかな。オッケー、じゃあゲットしましょうっていうことで、たただった。うおー、もう泣く子はいねえか、めっちゃ泣いてるんですけど、うわーうわー、なんかこれ、うわすごい嫌な嫌な数字、嫌な数字、これ作るんじゃねえか。いったか、俺なー、ビグルミ入ってやる。うわー、物件奪われる手だったらさ、はい、宝が3億2000万だったら別に構いませんよ。はい、いいです、いいです。もう、なんか、この間なんかお金をがっぽりと奪われてたような気がするんだけど、ね、大丈夫でございますね。ということで、メヒカリ、あ、俺のハワイアンセッターがなくなっている。そういえば、なんかどこかのタイミングで奪われたんだっけ、よくわかんないけど、まあ、岩木さんですね。はい。岩の鬼と書いて岩木さんということで、はい。じゃあ、ボリボリっと進んでいきましょうか。よいち、よい子だねんでしな。新幹線周遊なくなって、お前は一体どうなるの。お腹ぐるぐる、みぐるぐる、回ってボンビーキングッグ。でもなんかそろそろデストロになりそうだな。デストロになったらあれだよね、もうなんか、はめーな28年目が始まりそうだよね。ああ、ただのキングボンビーだったってことは、俺が被害を受ける可能性っていうのはあまりないけど、来月お前に、何？え？何？ほら、来月まで待ちきれないぞって。さあ、では、お前の望みどおりにしてやろうか。俺の持っている右手で、黒ひげ脱出ゲームをやっていこうではないか。キングボンビー、金などいらんのだ。お前には、再び借金を背負わせてやろうではないか。76億。うひょ。たまらん畜生ですね。ということで、資産がかくあのかあのマイナスになったような、そんな気がするんですよね。だからさ、お前、かぶってるからさ、もう俺の存在が見えてなくなっちゃってるんですよ。残り10マスだったら特急周囲でぐるぐる回りましょう。ということで、サーバーバーだ。さあ、トッツァーン。無理でした。ナルコ、ナルコ、ナルコ、あれ、ナルコ、うわ、そのところですか。ということは、塔のなき子に行きましょうか。とジンギスカンの鍋屋で、チャ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 ー、かいしめ、オッケー。ひっつみ、秘密の料理屋、どんなことしてもらえるのかな、うふふふふ。ちょっとエッチなことを想像してもよろしいですか。タタタタタタ、決算発表だよ、おーイェーイイェーイイェーイ。さあ、なかなかいい感じ、いい具合でですね、独占の物件も増えていたということで、ありがとうございましたね。はい。ということで、キャスター吉田姫でございますが、収益が今回発表していきましょう。ついに100、あれ、あれ、微妙だな。微妙な収益額だったな。大したことないな。あれ、なんか俺、売っちゃったんだっけ？もう、あ、やったー！ 2200 って2240億 !2000 億突破しました！あ、違う違う、そうだね、2000億突破しました！というか、なんか、すげえ下手な有益人雷神。なんか雷神に関してはもう、このタイミングでさらに赤字になるのっていう話なんだけど、はい。なんかもう、58億という数字がさ、マイナス3000億まで見えてるとさ、58億って恐ろしいマイナスなのに、大した額に見えてしまわない、大した額に見えないっていうですね、なんか、あの、マジックパワーが働いてるという感じなんですけれども、はい、ということで無事にですね、27年目、迎えることができました。28年目もですね、張り切ってやってまいりたいと思いますので、ぜひですね、頑張ってまいりましょう。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。また次回パートでお会いできたら幸いの極みです。またね、バイバイ。